あえー、皆さん、こんにちは。話し家の柳屋さんの助でございます。たぬきポンポコ。ということでございまして、始まりました。たぬき寄せ、ポンポコチャンネル。えー、ご覧の皆様、えー、いかがお過ごしでしょうか、えー。なんかね、動画を送ってこいっていうんですよ、えー。乱暴な注文がありまして。 え実はですね11月21日土曜日、えー、今年最後の「たぬき寄せ」に私出演させていただくことになっておりますのでその宣伝ですな、まあ、早い話がですよちょっとお付き合いくださいませでねなんかね台本送ってくるとかって言ってんだけどちっとも送ってこねえから勝手に始めちゃってるんですけど えー、簡単なメモ,メモ書きがあるんでねここにね、えー、質問に対して答えてくれということなんで早速行ってみたいと思いますね。ということなんです。えたぬきよせはねえー、まああのー、まあ流長さんもこういう感じで皆さんにご挨拶申し上げてると思うんですが。 竜趙、えー、さんの、まあ、ごお友達ご学友ですねご学友の皆さんが、えーまあ、このたぬき寄せをなんとか、えー、たぬきこうじ元気にしようじゃないかっていうんでね、えー、始めた回ですわ、うんまあ、そのご縁で私はまあ,あ札幌でも、まあ、北海道内いろんなところで落語会をやっているという、まあ、そういうご縁もありまして、えー、お声がけいただいて私と竜趙さんと まあ一応番頭さんっていうかね毎回の番頭さんこう交代して顔付けをしてスタートしたというのが始まりですよね。今はまあ,あのその企画制作も現地の方が一生懸命やってくれてますんでお声がけいただくようになったんですけれどもねでもまあここまで基本今回で27回目でしょ、え。ー えー、こうやってどん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 会を重ねていくというのはとても、うん、嬉しいことでございます。第2問目たぬき寄せについてどう思いますか。か、えー、印象や感想を聞かせてくれって言うんですけどね。あの、落語会っていうのは、まあ同じような場所でやってても、なんかこう性格っていうのが出てきますよね。それはやっぱり出演者もそうですけど。 何、えー、て言うのかな出演者とスタッフとそこに集まってくるお客様のなんか一体としたね、えー、まあだから札幌市内の落語会もいろんなこう雰囲気を持ってるんだと思います私もいろいろ出てるけど出てる人間がやっぱり雰囲気が違うなって思いながらあ出ております。でやっぱりね狸寄せは まああのー、初めこのたぬき工事の中の映画館で始まったっていうのもありまして、えー、こう通りがかりの雑踏の中からこうだんだんお客様が集まってきてそれで落語を聴いていただいた後またその雑踏へ消えていくっていうその町、まあ、場の雰囲気ですよね、えー、そういうものを持っている会じゃないかなと。 思うしまたあの、えー、札幌在住というか、まあ、我々東京から出かけていきますけど地元の芸人さんも結構出演していたりあるいは、えー、我々話し方の方では天狗連ってなことを言うんですがいわゆる素人の落語をやる方にも、まあ、どんどん参加していただいてねで、まあ、いろいろ盛り立てていってるっていうのは 面白いんじゃないでしょうかなかなかねそういう我々も時々はあるんですけど素人さんとこう一緒に出るっていうのはあ面白いなと思って見ておりますがね。えー、と次もし札幌に常設の園芸場ができたらどう思いますか、まあもともとねこのたぬき寄せっていうのは札幌に常設の小屋を作るんだっていう一応志があって。 今もやってるんですよね最初聞いた時ね「バカじゃねえか?」って思いましたね。うん。いや寄せってね大変なんだよやるのね。あの今は何でも経済の世の中で、まあ、採算とかねいろいろあるじゃないですか商売としての。でそういうことを考えてたら寄せってできないんですよ。うん。だからある程度まあそうね「バカじゃねえか?」っていう気持ちがないと。 寄せはできないかもしれませんな。うん。だからまあ、あのー、東京と大阪には今寄せがあるでしょで、名古屋は大須さんがあって、でもなかなか苦戦をしております。えー、そらね、寄せなんてものはね、お金儲けでやるっていうのとちょっと違うと思うんですよね。えー、なんかもう文化なんてそんなね、えー、なんかこう偉そうなこと言うつもりはないけど、やっぱり街の一つのランドスケープみたいな、 そんなもんだと思うので、空気みたいになってくれればいいわけですよ。そうすると、お客さんが入ろうが、入る前がですよ。やってなきゃいけないわけです。うん、それはなかなか大変だと思いますけど、まあでもこうやって27回もやってんですからね。ええー、そのうちに、うん、これが感覚がどんどん狭まってね。 うん、今は年に4回とか3回今年はちょっと少なくなってねコロナの影響がありましたから3回でしたけど4回が5回6回とかになってこれがまあ365回になればいいっていうだけの話ですからまあもう始まっているわけですよねその動きというのはねただまあそこへ行くまでは本当に大変ですよ、えー、あのすみでさんって方がたぬき寄せの代表でございますね えー、でその他スタッフいろいろいらっしゃるんですがまあ多分すみでさんが言い出したんでしょうこのう常設の小屋を作るんだってね、うん、あの方変わってますよ、うん、まあ私はねいつも思ってるのはあの方花咲かじいさんね枯れ木に灰を巻くねそうすると花が咲くんですよ花咲かじいさんって話は。う話、ん、はだけどすみでさんって方はね えー、灰をくだけなんです、えー、花を咲かかかかせてるかどうかはちょっとよくわらない、えー、でもねその灰をまかなきゃ花は咲かないわけでその後のその花を咲かせるための努力をまあいろんな周りのスタッフの方がですねどん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 灰をまくもんですからしょうがねえなって言うんで、えー、こう追いついていってる感じがね、えー、こういうやり方もなんかうまくいくんじゃないのひょっとしたらと思って私は見ております。 そして、毎回の落語会を協賛してくださってる企業の方。ね。これも大事なことですよ。もうね、うん、そだからその花を咲かせるための、ほんと縁の下の力持ちだと思います。毎回毎回、本当にお世話になっておりますんで、えー、この場を借りて、私からもお礼を申し上げたいと思います。もちろん、えー、おいでいただくお客様、これが何よりですよ。えー、まあ、今はコロナウイルス、うんぬんかんぬん、うるさくしょうがないよね。 うん。落語はお好きな方もなかなか寄せにおいでになれない。で、いわゆる寄せってところはね、落語大好きだっていう方ばっかりがいるわけじゃないんですよ。通りがかって、あれなんかや,やってんな、ここ。入っちゃおうかな。なんという方も寄せの一員なんですよね。だけどそういう方に今なかなかお越しいただきにくいんじゃないでしょうか。ねえ、まだまだ心の なんていうかな、マスクが取れてないっていうか、そんな感じがします。で、実際ですね、まあ、今回、11月21日土曜日、で、いつもは、あの、プラザ2号でしたっけ、えー、あそこの映画館でやってるのは、今年はね、やっぱり会場の都合がありまして、えっ、ー、と、成田さん新英二さん、あの、札幌別院ね、成田さんのね、あの、ジャスマックプラザの近くですよ、うんあ。あそこでやるんですって、私実は初めてなんです、そこでやるのが。 で限定90席ということで今までよりもぐーっとまあ人数を絞ってやるんですなこれも仕方がないことですがね本当は大勢さん来ていただきたいですよですがねまあお寺さんでやるっての、もともと落語っていうのはお寺さんから出たという説があるぐらいでねだからお寺にある設備だけで落語会ってできちゃうんですよ。ね ああのの仏様の前に座布団置いてあるでしょまあ、私たち木儀は使いませんけどねあれがあればもうなんとなく本堂っていうのはもう落語会ができる形になってるあやっぱりこっからルーツがあるんだなって落語会をねえー、そのお寺でやるたんびに思うわけなんでございますねですからまあ是非、あのー、その11月21日、まあ、90人だからまず予約をしていただいた方がいいですな。 当日券を出るからいいかなんて今までみたいに思ってるって言うとうっかりすると入れないってこともありますからぜひあの予約をしていただいてね今ここにあのあチラシねチラシをお見せしましょうかチラシができてるんですこういうねで今年の分のチラシがこういろいろは共産の方ありがとうございますねえー、ち今年のチラシができてるんですこれなんかもう売り切れっていうか全部で出払っちゃってるみたいですよであのー この回、11月の回専用のチラシもなんかできてきたということを風の噂に聞きました。ですから今から、こ、ここの辺がいいかこの辺がいいこの辺に出しましょうね、えー。では出ます。はい、はい、ということで出てます、今ね。えー、あのー、こちらの、チラシ。 どっかでまたご覧いただいて、出演者もちょっとご紹介しときましょうかね。えー、出演者はですね、あのー、動画から伺う、えー、芸人チーム、今年、今回はちょっとね、変わりだね。私はまあ,あ、準レギュラーみたいな形で出させていただいておりますが、今回は桂漫画さんが来ます。えー、髪型から、それからもう一人髪型から、えー、桂米木さんもお若手で。 おいでになりますよ。私ね、このお二人と一緒に出演するの初めてなんです。寄席ってね、誰と出るか。まあもちろん自分の講座ってのはね、誰かに手伝ってもらうわけじゃないんですよ。うん。だけども、その寄せの流れっていうものにうまく乗っかっていって、自分の芸をするっていうところに、このね、寄席に出るってことの醍醐味があります。で、今回は色物さんとして、えー、内の志向太夫さんも、 声がかかってるそうですよ信頼いいですなぁいきなもんなんですよ予選、えー、の方でもね柳屋市長師匠って方がいらっしゃってもうお亡くなりになっちゃったんですけどよく学講座でね信頼節やってましたで今はそのお弟子さんであのー、柳屋小菊さん小菊医者さんが一度あのたぬき寄せ出ていただいてなかったっけなちょっと今いきなり喋り出したんで定かではないですが えー、そういう寄せの信頼どういうことになりますか、えー、楽しみにしていただきたいですなで、神型落語と我々のやってる江戸落語おいろいろ違いがあるんでそこのところもまあ、1回の落語会で両方見ていただけるってのは嬉しいね私も勉強になりますぜひ、えー、お楽しみなすってくださいで、その他やはりそのお地元の地元の芸人さんがね出るんですよ コンタさん出るのかなえー、コンタさんが出て、えー、それからマジックの初めて今回初登場の太田博さん、えー、それから漫才のアップダウンさん、えー、それからね、えー、昼間の部も、ーえー、っとですね、あ、アバンチュールさんが出ますよ。ね、昼夜の部あるんです。12時開演と3時半開演ありまして、私が第1部の おお、2時5分ぐらいの上がりなんですけれども、お鳥を取ります。で、えー、夕方の部は漫画さんに鳥をお任せして、私がああ、中入りに回るとおこういうシフトで、えー、お送りするわけなんですよね。で、この組み合わせがなかなかね。面白いもんなんです。だ,だから寄せは個々の芸もそうなんだけど、その流れを楽しんでいただくっていうのがね。 私はお勧めしたいところなんですで私たちはその講座へ、まあ、前後ろの芸人さんのこうなんていうのかな高速道路に合流する感じっていうんですか綺麗にこう合流したいわけ。それでお客さんももちろんいますから,からお客さんなんかもちらちらこう見ながら、えー、前の芸人の流れも見ながら綺麗にこう走行レーンに乗っていくっていうねこれが寄せに出るってことの醍醐味なんじゃねえかなって。 思ってるんでそこを一つお楽しみいただきたいんでございますなはい、えー、長くなっちゃったね、えー、最後に次回のたぬき寄せに向けての見どころと意気込みを聞かせてください先に言っちゃったってんだよね、えー。でもね意気込みってねこんな今意気込んでる話かっていうかね話かみんなかな今みんな意気込んでますよ うなんつったってね半年ぐらいまあ仕事らしい仕事をしないで生きているわけですよ。ようやくこの10月ぐらいからぼちぼちとまあ私の札幌の会はえー、っと4月が中止になったかなあなりましたね。うん。あ6月か6月が中止になったのかなどっちだったかな忘れちゃったな。うん。さあ4月だろうねきっとね。 えー、北海道はほら先に緊急事態宣言が出ましたからね、うん、だからそういうことがあってまだ私は北海道には来てましたけど札幌の落語会ほとんどなかったじゃないですかようやくですよね前回の9月の集歌さんのお披露目見ていただきましたねえたぬき寄せてね真打ちの披露ができるようになったってことも嬉しいですよね、うん、定石の うん、小屋へ向けての第一歩。うん。なんかそんな気もしますね、うん。そうやってこう、連綿と続いていけるっていうことがあったんだけどね、今年はやっぱり、ブツッと切れたところは否めません,、うん。だから、意気込んでますよ、そら。意気込みを聞かせろって言われたってね、意気込みまくってるんですよ。だからね、逆に言えば、もうなんかこう、こうけ毛穴とか耳のこう鼻の穴とか、こうこうなんかね、 ちょっと気合いが入りすぎてこうピュ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 漏れちゃう可能性がありますよね。えー、で寄せなんていうところは一生懸命やるんですよ。やるんですけど、なんていうのフルスロットルでやるところではないんです。そうじゃないとお客様に負担をかけますからな。うん、ふわふわーっと楽しんでいただくのが寄せなんで、なんかこう耳の穴からその半年分の怨念がピューって出ないように、ちょっと自分をこう、うん。 抑えながらやらなきゃなって思うのが今回の意気込みでございます。そして果たしてそれが本当にできるのかというのが皆様がお楽しみにする見どころなんじゃないかなと思いますよ。ね。えー、と、たぬき寄せ、えー、今年最後の27回は、えー、11月21日土曜日12時からの部。 これが第1部。それから15時半からの夕方の部、第2部がございます、えー。今回は会場が変わりまして、札幌市中央区南7、西3、えー、成田山新栄寺、えー、ジャスマックプラザ向かいでございますね。皆さん知ってますよね私が知ってんですよだって。行ったことはないけど、あるってことは知ってますよ。ね 会場はもちろん新型コロナウイルスの対策のために間隔を空けたりしてるんで限定90席というまあ今のところまだこれもねなんか明日になると変わったりとかねするんですわまあなんとか少しでも大勢の方お入りするお入りになれるようにしますけどね今のところ90席もちろんマスクをつけていただきますそれから手指の消毒手指消毒なんてのもね今年になってから初めて言ったよ ね、手指って書いて「趣旨」って読むんだってねうんアルコールの消毒とかまあいわゆるソーシャルディスタンスの確保とかそういうことを皆さんにお願いばかりして申し訳ないんですけど一つご協力をお願いいたしますそれからねまあどうしてもなんだろうなやっぱりね自分が行きたくたってさ家族に止められますよ、うん、外出をねそういう方もいていい今はもうそういう時代だもの うん、だけどそういう方にもね是非やっぱり「うーん、たぬきよす」を見ていただきたいので、えー、オンンライン配信をいたしますようん、うんうんまあ今もこれもね YouTube で見ていただいてるんですけどどういうふうに見ていただく方かは私ちょっと今知らないんですけどまあ生配信で、えー、無料なんじゃないかなこれ。無料ってどっかでここに書いてあ、書いてある「無料」だってさ。え 無料なのに見ないってね。この動画を見たんだったら見るよね、そらね、うん。この動画を見て必ず来いとはちょっと言いにくいけど、この動画を見ちゃったんだったら見ないせよではないんじゃないですか。ねえ、うちん中土曜日出かけないられない方は、うちでゆっくりなんか見てくださいよ。ねお願いします。たぬきせは新北海道スタイルを まあ、しっかりと守りながら開催をいたしますので、えー、これからも応援よろしくお願いいたします。こんなんでいいかいね。それでは皆さん当日お目にかかりましょうね。あ私の声もねいろいろやってます。いろいろ私活動してますからねあの落語ができない時,代時期もねあの。この下の概要欄に私のホームページのリンクをあの貼ってありますじゃない。 貼ってください,、ねえー、いろいろ貼ってありますんでそこを見て、えー、私のポッドキャストとか YouTube チャンネルだってあるんですよ私のたぬき寄せのね、あのー、公式チャンネルよりね見てる人多いんですから。 ね、お願いしますよそれから、えー、ノートというプラットフォームを使っていろいろお落語の配信なんかもやってますんであとは12月に、えー、いつだったっけなもうそういうこと考えないでね、えー、とにかく喋ってるもんですからね今調べますよ。ね、えっ、ー、と12月うん,ふん,ふんう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 んよいしょよいしょ12月はねあそう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 。 20日日曜日の昼席に、えー、札幌の北口のエルプラザの4階で、えー、落語会今年最後やりますからねまあこれは今言わなくてもいいか、ね、11月のたぬき寄せでいやいいことだからね、えー、そんなことで私はやっとまた北海道にふわ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 とやってこられるようになったのでもちろん自分の体調が大事だからねお客さんにマスクしろとか手消毒しろとか言っててね、うん 自分がね、具合悪くなっちゃっちゃしょうがないので、まあ、なるだけ、あのー、表出てないんですよ、今。うん。だから気をつけておりますので、元気な姿を見せますので、皆さんも元気にお出かけいただきたいと思いますよ。お待ちしてます。あ、最後やんなきゃいけないんだ。え、ね、たぬきポンポコー一人でやるのはね、 これは恥ずかしいよねはい、そんなわけでございましたね、えー、じゃあね、えー、お腹すいたんで、えー、いただきますはい、それではさようなら